にちは、シエラモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのは川崎ゼファー界火の玉からのご紹介です。こちらはですね、なんといってもファイナルエディション、そしてですね、マッドマックスブラック集合艦なども装備している1台となっています。とてもですね、コンディションのいい1台です。そして細かいカスタムポイントもございますので、早速ご紹介させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトの大きな点灯機材は割れ、こういったものもございません。ウインカーのステー折れ、レンズ割れなどもない状態となっております。フロントフォークにですね、大きなにじみや漏れ、こういったものもなさそうですね。フロントフェンダーに大きな点灯機材は割れ、もちろんございません。フロントホイールですね、こちら純正ブラックホイール、大きなガリ傷や曲がり、もちろんございません。キャリパー固着などもない状態となっております。フロントタイヤですね、まだひじ付きとなってますので、そのまままだタイヤ溝ありますのでお使いいただけます。はい、エンジン周りです。エンジン周りですね、ヘッドからのオイルにじみ、各所オイル漏れともなさそうですね。キャブレーターカーのガソリン漏れ、もちろんございません。エンジンガードも装備してますので、ね、万が一の時も安全にお乗りいただけます。ポイントカバー、クラッチカバー等に大きな点灯傷や割れ、こういったものもなさそうです。メインフレームともにもですね、大きな錆腐食、非常に少ない状態となってます。サイドカバー割れなどもない状態となっております。ステップ曲がりももちろんございません。マフラーはですね、マッドマックスブラック集合艦です。後ほどサウンドの方はご紹介させていただきます。リアサスペンションはですね、車外のレッドスプリングの、サスペンションにカスタム済みとなっております。リア周りです。こちらもですね、大きなガリ傷、曲がり、もちろんございません。スイングアーム等に大きな錆腐色、出てない状態ですね。リアタイヤもタイヤ溝まだ残ってますので、そのままお使いいただけます。テール周りはですね、純正をキープしている状態となっております。反対側回っていただきまして、シートですね、シートは、茶色のタックロールシートに張り替え済みです。大きな切れや破れ、もちろんございません。タンデムバーも装備しております。はい、タンク周りです。タンク周りに大きな点灯傷やへこみ、もちろんない状態となっております。はい、ではタンク内もですね、大きなサビや腐食、もちろんございません。ではエンジンの方ですね、始動していきます。自分好みに仕上げてみてもいいかもしれません。とてもおすすめの1台です。皆様、お問い合わせお待ちしております。